YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。鶴永桃子です。徳永千奈美です。松崎みやびです。さあ、武道館コンサート11月29日、もう意気込みいっぱいですけれども、うん、そこで発売になります、はい、グッズをご紹介したいと思います。イエーイ。じゃあまずはこちら、じゃん。これはですね、皆さん聞いてください。なんと会場限定でしかできないガチャポンの中身でございます。え、見せちゃっていいの？いいです。これは見せちゃう。当日ツアーじゃないから、その1日限り、いい肉の日限りの限定ガチャポン。どんなものが？まずはこちらピンバッジになります。メンバーそれぞれのカラーで、はい、こういうところにペタンってくっつけたりとか、ペタンくっつけたりとか、あとはまあ男性の方はシャツのところに入れる、こういうところ、スーツにね、スーツにね、そう、ここにこうやって、ね、ちょっとファッションのポイントしてもいける。いいね、いいね。食事会とかね、ちょっと色欲しい時にね。そうそうそう。ワンポイントアクセントで。いいですね。メンバーカラー全7色。お、うん、そしてこちらはキーホルダーになっております。うん。ちょっと一回開けてみましょう。開けなくても分かる。いいじゃん、開けて。いいよ、開けてみよう。開けてみましょう。はい、じゃあ徳永さん、開けたので500円よろしくお願いします。やだ、今500円の補助金やってるから。こちらは黒はメンバーカラーではなく、全体の応援してる人、もうベリーズ工房の箱推しってやつの方のために、はい、そしてあとはメンバーカラー、こちらはまあ、キーホルダーだから、うん、なんか鍵とかにつけたらね。いいね。もう常にベリーズ工房と一緒。確かに。もうこちらは全部会場でしか、通販ではないので、うん、ぜひ会場に行ってお買い求めください。さあ続きまして、ミヤ、じゃあこちらを、はい、DVD ですね。うん、はい。これ何やったんだっけ？ゲームやった？あとは振り返りトークみたいな。やりましたね。あとは普段メンバーに言えないことをガツンと言ってやったりとか。あ、そうだ。うん。なんか勉強みたいな。あー、やった。ベリーズ工房クイズやりましたね。はい、うん、この時キャプテンのモモが司会やったんだよね。キャプテンの司会よかったなって言うじゃん。キャプテンの司会よかったな。そのなんて言うんだろう、前半はさきちゃん司会で、後半ももち司会で、うん、なんか美味しいものってみんなさ、後に取っとくタイプでしょ。うん、わかる？なんか分かるよね、うん、その鳥にももちが司会をやった、これどういうことを表してるかわかるよね。まあこのリーベリーぜひ見てほしいなっていうのがあって、ね、すごい衣装とかも可愛いからね。衣装可愛かったね。DVD は2着あって、その1着は DVD でしか着てない洋服なので、うん、そちらも見てほしいなっていう。あとはもうキャプテンの司会すごい上手い。さあ続きまして、同じく DVD こちら、こちらはちょうど春、はい、ですね。ちょっと春のライブのツアーのメイキングだったりダイジェストだったりを、何入ってるんですよ。はい、懐かしいですね、春。うん、何やってるの？え、ちょっとベリーズ工房全力で応援する人になる気を。あ、いいね、いいね、やってみて。じゃあでもたまに2個やる人いるよね。すごいな、これ懐かしいね。春だよ、うん、ベリーズマンションすごいね。モートの髪がまだロングです、この頃。ほんとだ、ほんとだ。イエーイ、頑張れベリーズ。ベリーズ頑張れ、おいおいおい、色味暗くない？なんか全体的にもうちょい明るい色取り入れた方がいいんじゃない？いや、こっちは暖色、こっちはもう赤。暖色言えなかったらって何の色なのよ。いほらね、どうしたこれ？え、それ何？いたそんな子。子ってリストバンド子扱いしないのね。いるいるやまあこういう感じもね。これも一応いるいていいよね。みや、あ、みや開いてんじゃん。いや、これ黒ですよ。みや、ファッションアイテム必須。じゃあ反対側、差し色。まあ、両方やる人はね、こういう風にやればいいじゃないですか。やってもらってもいいし、まあ、ピンクを持ちたい方はまあ頑張って、まあ、つけたらきっと不幸なことがあるかもしれない。ね、売り上げ下がる、やめて。お願い、やめて。もうポジティブな話、つけるかつけないかはあなた次第。さあ、そして最後、こちらですね。これベリーズ工房初の試みです。これ、はい、何に使うか分かる人？何だろう、ちょっと分かんないね。ちょっと分かりません。考える気がさすがに出そう。ちょっと分かりません。こちらはですね、皆さんライブ会場でね、皆
ろいろペンライトとか持って応援してくださる方多いと思うんですけれども、こちら行きますよ。みやびちなみゆりなみやびあれもういたいたって言っているでしょ。清水清水おはよう。はい、ということでゆりなもみやび今はですねちょっとランダムにあの色はなってるんですけど、実際は年齢順にですねあの色は変わりまして、うん、そしてなんかちょっとずつ色は変わっていく意味わかる。箱推しの方にねすごいあの順番にそのメンバーのそれぞれの色が自動でなんかカチャカチャしなくてもね撮ってるだけで7色光るとやつ全8パターン。そうですね。そしてこの B っていうね形が何の B ですか。これはなんだろう、バカの B かな違うわ。みや何の B ですか。ビーズ工房の B ね。そうです。これはメンバーが何回も打ち合わせをしてね作り上げた渾身の一作軽さとかね、はい、大きさとかね、あとここの持ちやすさ、こうペンライトって細いとヒューって飛んでっちゃうから振りやすいのに、あとここにこう手首通して落ちないようにね、落ちないようにしたりとか、うん、機能性バッチリ。そんな素晴らしいペンライトもあります。はい、ということで使ってください。どれもよろしくお願いします。お願いします。見つけてね、見てね、つけてね。やめなさい、壊れる。